はい、先日やってきた MacBook Pro 13インチなんですけれども、今日はこいつの話ではございません。はい、こちら、プロがやってきて、いらないことになりました MacBook Air の2012年モデル13インチ、こいつを下取りに出します。で、下取りに出していくんですけれども、まず最初にやるのがおそらく買取先の選定だと思うんですね。どこの買取価格が一番高いかとか、サービスがいいかとかでみんな選ぶと思うんですけども、今回私の場合はもう決まっています。今回僕が利用するのはデジタルリユース買取サービスっていう業査です。で、なんでここかっていうと、査定額が高かったとかそういうわけではなくて、こっち MacBook Pro 僕この間買いました。2015年11月現在、アップルが新しくアップル製品を買った、人が1ヶ月内に、パソコンを下取りに出すと、アップル製品で 15%、 他社製品で 10% 高く買い取りますよっていうキャンペーンをやっていて、そのキャンペーンの適用対象が、そのデジタルリユース買い取りサービスっていう業者っていうことですね。厳密に買い取り価格の、精査をしたわけではないので、その点シビアに考える人は少し気をつけて調べてみてください。パソコンを下取りに出そうと思った時の手順なんですけれども、何はともあれ、バックアップを取りましょう。バックアップを取ってください、絶対に。パソコンの中身が必要になってしまった時のために、もうこれは出してしまいますし、データもこれから消しますから、必ずバックアップを取った方がいいと思います。はい、で、何かしらの、手段でバックアップを取りましたら、次こいつを工場出荷状態に戻します。 Mac の場合の方法っていうのはちょっとこの後説明していきたいと思います。次、箱詰めです。はい、僕が3年半ぐらい前に買った時の MacBook Air の化粧箱というか外箱を取ってありました。いやー、電化製品買った時は必ず取っといた方がいいです。こういうの、これがあるとないでは査定額に大きな違いが出てきます。3年前の僕が犯したミスとしましては、説明書が入るべきところに入れるものがないっていうことですかね。なので、もし可能であればその辺もできるだけ完全に近い状態で取っといた方がいいと思います。全く関係ない話ですけども、3年前僕が MacBook Air を買った時の動画をもう久々に自分で見たんですけれども、いやー、なんかあれですね、なんかいやー変わったなーって感じがしましたね。当時はですね、ろくなカメラがなくてですね、今これはソニーの NX5R なんですけども、当時はろくなカメラがなくてですね、iMac の、iMac にくっついてるライブチャット用のカメラっていうんですかね、ちょっと名前忘れちゃいましたけど、あれで動画を撮って、もうパソコンで、そのままパソコンで、編集するっていうことをしたんで、画像も荒かったし、なんか顔が全然違いますね。いや、人の顔ってこんな変わるんだなって感じもしますし、まあ、編集とかその辺はまあ、ソフトとか、その頃の僕の実力の話もあるので、まあどうでもいいんですが、今も大してうまくはなってませんけど。で、もう一個余談なんですけども、この MacBook Air、3年半ぐらい使いましたけども、すごくよく働いてくれました。まあ僕に Mac 製品を使う感動を与えてくれたというか、僕にこうノマドワークをさせてくれた最初の、まあノート PC にはなるんですけれども、僕この子と一緒にレポートを書いたりとか、今はやってる仕事をしたりとか、動画編集もたまにやったりとかしたりして、この子と一緒に海外留学も行きました。最初このパソコン来た時の OS は、今は懐かしいマウンテンライオンでしたね。そこからマーベリックス、ヨセミテ、そして今のエルキャピタンと来て、問題はマーベリックスに、アップデートするときだったんですけれども、 SSD の障害でリコール対象になりまして、その時僕海外にいて、でリコール対象になった瞬間にこのパソコンがバンって使えなくなっちゃって、いやー、もう本当にその時は焦ったんですけれども、まあ見事に帰ってきたりとかして、いやー、本当になんかこいつとはなんかすごくこう、なんでしょうね、相棒感が出てますね。はい、まあこの相棒とももうお別れになって、新しい MacBook Pro の方と今度は付き合っていくことになるんですけれども、また、そうですね、機会があればまた MacBook Air に戻ってくることがあるといいなというふうに思ってます。
正直言ってかなりいいパソコンです。3年半経った今でももう全然現役として使っていきます。ただ一つ問題なのは僕が動画をやるっていうところですかね。それ以外がなければもうこのマシンで全く問題はありません。はい、いやー本当によく働いてくれました。これでお別れです。それではこいつを工場出荷状態に戻したいと思います。